さんこんにちは。バイ。ジョーカーズのエンドとバイ。ということでね、だいぶ久々にやりたいと思います。はい。絵心対決。わあ。すごい前ですよ、やったの。4人の子ですからね。そんな前ですかね。はい、まあ要はね、もう簡単な話で、僕とモフィー君で絵をお題に対して絵を描くということで、何も見ずに。はい。どっちが上手か。よし。これを決めるのはあなたです。あなたなんだ。あんたじゃないです。ここで独断と偏見で。あ、そうね。まあね、なんか噂によるとですね、はい、僕が下手だとは言わない。まあ唯一勝てる企画でもあるかもしれない。とか言われちゃってるので、ちょっとそんなことないよと。まあ、でも言うて俺も下手くそだから。まあ今日は勝ちに行きたいと思う。はい。じゃあ本気出そうかなと思って。うん。やっていこう。絵を描いていこう。絵心レッツゴー。では、一つ目のお題ください。チキンラーメンのひよこちゃん。うわー、チキンラーメンのあのひよこってひよこじゃん。ひよこかけんね。あ、うまいわ。え、待って、ほんとうまいよ。いや、ごめん、あんま割れないわ。できました。行きましょう。はい、せーのでいいですか。せーのでいきましょう。せーの、ダン。ほらほらほら、俺の方がうまいって。あ、輪郭どうなってんの。俺うまいと思うけどな。天下じゃん。いや俺でよ、これはもうこれはね、久々にちゃんと勝ったんじゃない。怖いよね、普通に。可愛いけど、そんなひよこだったっけ。最初はこれなの。え、全然違えやん。そう、輪郭、あ、そう、あ、俺逆だったよ。こっちがこうだ。そう、なんかぐにょってしてんなと。俺なんかと間違えてる。あー、むずいな。いやいや、もうこれは化け物やな。あー、エースでディスト。いや、そうそうそう。これは迷うね、確かに。俺あの、これ LINE のスタンプのやつだよ、これね。あー、いるよ。いるね、いるいる。じゃあ、第2問。ポムポムプリン。うわー、うわー、なんだっけ。プリンやん。いや、やばいって。プリンの化け物出てきちゃうよ。厳しい。ちょっと待って。自分の絵がこんな面白い。すごいな、俺。できた。こんなだった気がする。行きましょう。せーの。なにこれ。なにこれ。こんなじゃなかったっけ。いや、キモいよ。なんだ、ピカチュウが不機嫌になったっけ。ちなみに最下位これな。えぇ、だから…そうか。そんななんかキャラっぽかったっけ。地方のキャラとかにそうだよね。売れないマスコットキャラ。じゃあ第3問。コアラのマーチ。あ、あのコアラ。コアラ。マーチ。これでもね、若干コアラ感強めるね。え、でも別に悪くない。面白くなくなっちゃうな。よし、来た。で、行きましょう。せーの。ダン。たぶんイメージしてるの一緒だよね。そうだよ。こうやってさ、掴んでる。そう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 。いや、これ意外といい線いってるよ、俺。一応正解これな。かわいい。正面か。耳がギザギザしてんだ。いや、これ鼻の感じとか、ちょっと、立った犬だもん。エサくんねみたいな。ねえ。やったマジ。まあね、独断と偏見だからね。まあね。じゃあ次、第4問。ふなっしー。うわぁ、いっぱい見てたけど。いや、もうまた面白くないわ。うまいもん。はい、できました。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、ダン。バン。あー、でも言いたいことなんかさ、あの、マリモッコリ。マリモッコリ。本当に正解これね。あ、そんなちゃんと足とかあったっけ。うん、服着てる。
いや、この俺ね、このこれ評価してほしいね、この名札。名札必ず貼ってんだよ。これちょっとあの、葉っぱね、あと目ね、あとまつげ。もう見やがる。なんでだろうな。よっしゃ、第5問。ガリガリ君の男の子。見てるようで、実はそんなにしっかり見てない。いや、来た。これうまいわ。今回面白くないな、俺。うまいな、全部。うん、それにしか見えんもん。さっき一人で喋ってる俺。できた。よし、ラストをかけた。ガリガリ君。はい。よし、せーの、ダーン。ガチャ。いやー、それやばいよ。もう上手だね。どうだ。お前絶対かじれない話してんもん、お前。近くかみんじゃん。完全近くかみんだよ。正解はこちら。ほら、まあ、どっちもほっぺに特徴ありますね。そう、やっぱり形俺まんまじゃない。すげえ似てる。なんか自信なくなってきちゃう。やったくんかも。よし、最後気使っていただいたから。あれ、いいんですか。今回は譲りますよ。やったー。どうでもいい時に勝ちます。本当だよ。ということでね、絵心対決でやってみてほしいんだよ。意外と難しいから。難しい難しい。いや、書けんだろうとか思ったら書けないから。うん、まあ、次回のね、また動画で、はい、お会いしましょう。はいはい。絵心でした。はい、人情ジョーカーでした。ありがとうございます。